っていうのでね、今日は当落をみんなに聞いてたんだけどさ、当落を聞いてる最中って当たったやつらがさ、俺がしぐれういだってつぶやきすぎてんだよね。いや、 お前はしぐれういじゃないけれど、しぐれういだったら出るから当たるとかねえんだよ。S 席当たりましたの方もありがとう、スーパーチャット。わし地元民だから当日迷ったら道聞いてくれ。当日ライブ会場どこってならんから大丈夫です。私はもうなんか当たったからには俺がしぐれういだって言ってるやついるんですけれども、当たっても外れてもしぐれういではないので、勘違いしないでいただければと思います。あ、そうだ、俺がしぐれういだといえばさ、皆さんコンプティークで私のお面が出たじゃないですか。もうね、タイムラインにも大量発生よ。水中のしぐれういだもさ、いたりさ。そう、このお面がね、プラスチック素材だから多分水いけるんだよね。これ全く想像してなかっただろうなっていうね、異常水中しぐれういとか、異常陸上しぐれういとか。何してんの？なんでこんなん持ってんの？私、しぐれういサマーの一昨年か去年かで持ったよね、これ。再現すな。ほぼインプレゾンビ。言われてます。これとさ、これがさ、陸と海だからさ、次は空だなみたいな言われてて、もう怖いよ。まあ、そういうね、人間もいっぱいいたんですけれども、シンプルに使い方が分からずに壁に生やす人もいたね。どう使えるんって言うけど、少なくともこうではないでしょうね。怖えよ。なんか寝るとき気まずいだろこれ。炊飯器のしぐれういだっているんだから。うちのしぐれういはお米炊けるからじゃないんだよ。こう炊けたらちょっと蒸気口がないからだいぶやばくなるって。外しなさいね、お面はね。なんか結婚したやつらもいる。やめてよ。同一個体で結婚すな。単細胞生物かよ。誰が単細胞生物だよ、ふざけるんじゃねえ。てな感じで、ちょっとお面をね、皆さん好き勝手に使って、お面ごっこ楽しくてよかったねと。で、俺が生まれたってわけ。増えるな増えるな。もうそういう感じで無限には偽物のしぐれういが増えてるんですけれども、さっきね、俺がしぐれういとお面持ってる人リプライしてみてくださいっていう風にこれ言ってみたんですけど、なんでかっていうと、今からやるゲームで残機扱いするからです。はい、ということで本日はスーパーマリオワールドをやっていこうかと思います。で、ちなみに残機の扱いなんですけど、見て、766件来てんの。多すぎやろ。100件ゾンビだと見積もっても多すぎやろっつって。で、このゲーム99がカンストなんですよ。なんでまあカンスト状態でやっていこうかなと。みんなの命を大事にマリオをプレイしていこうかなと。まあ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 、ありがたく命頂戴しようかなっていう感じで、今日はこれをやっていこうかと思います。はーい、これね、見て、私頑張ってね、99個増やしたから、すごい虚無の作業だったわ。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。